こんばんは、クリエイターの佐久間伸之です。乃木坂46の北野日奈子さん、新内舞さんお疲れ様でした。2021年3月31日水曜日、この時間は私佐久間伸之が日本放送からお送りしてまいります。あれクリエイター違ったかな <laughs> 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 ちょっとね、今ね、あの、ギリギリまでね、みんなで、ね、ここどこな、どうなんだってなってて、一旦クリエイターでやってみようってなったんだけど、うん。 一旦やってみようって言った奴らが、言い出す前から笑ってっから <laughs>。一旦佐久間さんクリエイターで行きましょうって言ったディレクターと作家が、こいつクリエイターってもうすぐ言うぞって顔で笑ってるから、それはもうずるいよ。あの、ここは仲間じゃないと <laughs>。クリエイターやらせてもらってるんですよ <laughs>。開けてでね、4月1日2021年度になりまして、私佐久間今日からテレビ東京の社員ではなくなりました。あのですね、 今日だから、あのー、テレビ東京に行って、社員証を返却。あとは、今まで日経の、まあ、保険証だったわけ。保険証を自分の分と娘の分を返却。あとはその内線スマホみたいなさ、そういうやつを返却して。で、最後に内事、内示あのー、退職しましたみたいなのもらうんだけど、それって普通さ、退職じゃん途中の。今まで聞いたことないけど、こっそりもらうのかなと思ったら、制作局長が、あのほら、 あの、俺の間違えた辞表をさ、ワンちゃん持ってって,ってみるかーって言った、あの、あの、ご容疑な制作局長が、みんな、佐久間やめるよーつって <laughs>、集まれーつって、みんな、みんなみんな、会社にいる、いる人、佐久間に今から退職の内を渡すよーって言われて、で、みんなゾロゾロ集まってきて、じゃあ、みんなこれ渡すから、みんな、渡すよーつって、はい、佐久間さん退職ですって渡されて、で、なんか、 <laughs> みんなに拍手されたら、今度、あのー、花束が出てきて、まっ、花束だと思って、俺、途中でやめるの、自分の都合で辞めるの、花束もらえるんだと思ったら、あの、普通そういう時ってさ、例えばデスクの、一緒の番組のスタッフだと AD とか、女性とかなのかなと思ったら、同じぐらいおっさんの制作局次長の松田さんっていうのが、最後これ俺から個人的にってて。 おじさん制作局長を集めて、おじさん制作局次長が自分で買った花束を渡すっていう。んで、さくもなんか夢とかあったらみんなに語れって言われて、夢 <laughs> っていう。で、俺こっからも働くんだけどって思いながらみんなに拍手されて、えっと、じゃあ、えー、何ですかね、たん、 ハモリクラブに出てみたいです。<laughs> もうなんか、な、な、何にも出てこなかったから <laughs>、軽笑い取りに行っちゃったっていう <laughs>、っていうような回を今日やって、本当に、まあ、俺なんか冗談で円満、円満、円満なんだけど、あの、円満ですよって、んかさ、あのネタみたいに使ってたんだけど、本当に円満だったんだなって思う <laughs>、あの、卒業だったんですけど <laughs>。で、それがあって、もうほんと今日からフリーランスですよ。 フリーランス。さっきオールナイトのクロス終わったばっかのフワちゃんがさ、あの打ち合わせしてたら急に来てさ、佐久間さん一緒じゃんって。私と一緒じゃんフリーランスじゃんっつって。どう不安って言ってた。<laughs> で、その後なんか、俺が、の打ち合わせ妨げて今日クロスやったんだけどさ、つって。あ,ーあの、全然喋れなかったんだけど、つって。ちょっと絡んで帰んのかなと思ったら、結構長々としっかり、あのさ、佐久間さん、あの、 フリートークはどのぐらい持ってくんのとか。エンディングトーク、その、なんか、フリートークはいいんだけど、エンディングトークで、なんか自分の価値観で喋ろうと思ったら全然例えとか出てこなくて、とかって。ははん、お前ガチ反省してんなっていう。<laughs> <laughs> <laughs> ちゃんと、そういう時ってどうやって話してんのって言って。あいつやっぱすごいね。ちゃんと分析してガチ反省して、先輩に聞きに来るっていう <laughs>。あいつ。<laughs> っていう。ダメだ、佐久間さん聞いてダメ出ししてって。ちゃんと直すからって言って、去っていった。<laughs> ふわちゃん。<laughs> いやだ、まだ聞いてないからわかんないんだけど。まあ、楽しみですけどね。っていうか、ふわちゃん、乃木坂、俺っていうこの <laughs>、統一性のない <laughs> 水曜日なんかもうすごいよね。ああ、まあ、それで、 まあ、ふわちゃんと同じフリーになったんですけど、今まではテレビ東京の佐久間信之と名乗ってたんですけど、こう、クリエイターが一番何も言ってなくて何にでも当てはまえるからちょうどいいと思ったのよ。<laughs> でも言ってるんだけど、やっぱ、ちょっとね、心の中に恥ずかしさが残ってるから、何だったらいいの結局何の仕事をしてる人になるの俺は、ね。いや、だから、通常の本業の長さで言うとテレビプロデューサーなんだよね。だからテレビプロデューサーの佐久間信之ですって言うのかもしんないけど、 多分、他の仕事もやっていくだろうから、多分配信の番組とかも多分引き受けるだろうし、いくつか、まあ、お話いただいてるものとかで言うと、テレビプロデューサーだけじゃないんだよ。だからどうなんのかなだからその、俺が一番今心配なのは、まず何の仕事をしてる肩書きの人になるのかっていうのが決まってないっていうのと、あれもあと俺も二度とローン組めないのかなっていう。<laughs> <laughs> これもう二度とローン組めないんだろうな。会社員時代にローン組んどいてよかったなっていうのだけあるよ <laughs>。ああ、俺そうだ。車持ってないからね。俺車持ってないから、もう俺車のローンとかさ、やっぱキャッシュで買うしかないんだね。嘘、キャッシュで車買わなきゃいけないのか。え、組めないでしょ、多分。ただのおじさんだもんだって <laughs>。ご近所さんから言われるんだろうな。あの人フリーランスなんだよ。あの人フリーランスかもよ。あの人フリーあの人フリーなのよ、みたいな。 不倫してる人みたいに。<laughs> 言われ、言われんのかなうちの娘にもさ、昨日かなえ、お父さん明日から無職って、無職明日から無職なんですかって言われて。めちゃくちゃいじってくんだけど。<laughs> 無職じゃないよ。ちゃんと。あのー、テレビ東京との契約はするし、うん。無所属ってだけ。無職じゃないからっていうふう <laughs> に言ってるんだよ。だからもう。 今、その二つが心配。こっから出てくるのかな、たくさん。もう本当にみんなに聞いていこうと思ってんですけど。うん。今は、とりあえず、あの、健康保険とを変えなきゃいけないとか、そういうの。いろんなね、やっぱね、ツイッターで教えてくれるの。フリーランスの人が。あの、本当で、みんな一応にね、あの、体だけは大事にしろってみんな言 <laughs> 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 うん。あと、節税ね。うん <laughs> わかんないから。うん、今まで会社がやってきてくれたから。それも教えてください、皆さん。先週は、それで、テレビ東京の大卒業式だったんですよ。で、もや様の伊藤 P と青春高校の三宅 D が来てくれまして、あの、なんかあるとね、目をうるうるさせて、目の前に俺座ってて、すぐエモに行きたがる、伊藤 P ね。で、何の戦力にもならない、三宅。<laughs> 本当に、<laughs> 本当に何の戦力にもならない。うん 今までで来た中で一番ガチガチで全然入ってこれなくて、振ったら終わんないエピソードトークを始めるっていう。なんの。で、最後二人が手紙書いてきてくれたけど、ラジオでは紹介しないっていう謎の時間だったんだけど、<laughs> 読んでみたの家帰ってからね。で、三宅の手紙を普通に読んだら4分半だと。で、えー、三宅の手紙は、 ま、そんなこと言いつつ、話は下手だったけど、やっぱ付き合いが長いから、佐久間さんのおかげで、こうなんか、ずっと目標にするディレクターと仕事できて、こういうふうに、ちょっと、バラエティやりたかったのが、最後に関われて嬉しかったですとか、あとはこういう仕事の時に、例えば三宅が無茶言ったとしても、最終的には笑って許してくれた佐久間さんのおかげでこういうことできましたみたいなこと書いてあって、ま、あ熱い。俺、家で読んだ時にちょっと泣いちゃうかなっていうぐらいいい手紙だったの。で、伊藤さん。あの、三宅の倍の長さね。 普通に読んだら7分から8分かかる長さ。あのね、驚くべきことにね、あの、何言ってるか全然わかんない。<laughs> 本当に。何言ってるか全然わかんないのよ。あの、なんだ、酔っ払って書いてんのかなほんと、気分。<laughs> なんかね、最後の方ね、なんかね、ま、佐久間はバカだみたいな感じもあって、最初はバカだって書いてて、なんか、そのバカがいい方に転嫁するのかなと思ったら、なんか、 あの、こういう思い出をどんどん書いてったら、なんで俺めるんだバーカ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 みたいなこと書いてあって、終わりっていう、もうごちゃん。あれ酔っ払って書いたんじゃねえかなあれほんと読まなくてマジでよかったよ。伊藤さんのやつ。最後俺にバーカ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 みたいなこと言って、なんでやめるんだみたいなこと言って、終わるっていう気分だからね。だから本当に読まなくてよかったですよ。うん。そう。それで、 この番組が3年目に今日から突入ということで、夢とエンタメのドリームエンタメラジオとして発信し続けた結果、こう三年オールナイト日本で3年目突入させていただくのは本当に嬉しい。嬉しいし、3年目はドリームエンタメ、脱サラジオになるからね。もう本当、ドリームエンタメラジオだったのが、脱サラジオっていう余計なもんがくっついてるから、バージョンアップなのかどうなのかわからないですが、 あのー、オールナイト日本やるのはもう夢だったけど、ここまで自分の人生を開示しながら、すべて話しながら始めるラジオになるとは思わなかったね。下手すると俺、その、ゼロやってる人の中で一番、あの、ドキュメントラジオでしょ、もう。なんだったら俺、仕事も家族も公開してるからね。<laughs> <laughs> <laughs> こんなに泥臭いラジオになるってな俺、クリエイターだからね。ああ、みんな、わかる俺、クリエイターだから <laughs>。 で、5年、10年ね、続けられるように頑張っていこうと思うんで、あの、引き続きよろしくお願いしますっていう気持ちですよ。あの、今日から、そういえばあちこちオードリーも23時代になりまして、で、今日のオンエア見た人なんかすげえびっくりしたと思うんだけど、俺たちも収録しててびっくりしたんだけど、普通に何の気なしにアンミカとね、宮下草薙撮ってたら、急に、なんだろうな、宮下が、俺彼女にプロポーズしようと思うんですよってり始めて。<laughs> 彼女にプロポーズしようと思うんですけど、 どうしたらいいですかって言って。で、誰も聞いてなくて。マネージャーもひっくるいてバタバタバタってなって。で、パッて見たら、一番驚いてたのは草薙。<laughs> <laughs> <laughs> だはその宮下の、そういうそのドキュメントからも負けずに、俺はここで、もういろんなことをね、全部話していこうかなっていうふうに思ってるんで、えー、3年目もよろしくお願いいたします。それでは今週も始めていきましょう。佐久間信行のオールナイト日本ゼロ。 改めましてこんばんはただの佐久間信行です <laughs> 佐久間信行でしかない佐久間信行です <laughs> え毎週水曜日のこの時間は佐久間信行の「オールナイトニッポン z をお送りしていきます「オールナイトニッポン z これネット曲が増えました青森放送静岡放送東海ラジオ長崎放送ラジオ沖縄この増え方は結構すごいことらしいですよ5曲同時にめたんでしょで、で2部はこれで え？L 含めたら十九曲？十九曲ったらもう結構ちゃんとしす全国ネットだね。すごいよ。これはもうさ誰なんじゃない？もう一部みたいなもんでしょう。全然メンバーもすごいしさ。もうゼロでさ十九もう一部だよ。ち一部は何曲ネットなんだよ？三十六曲ネットかい？<laughs> <laughs> すげえな。三十六曲ネットかよ。<laughs> 全然叶わねいな。<laughs> ほぼ倍じゃねえか <laughs> すげえなあ一部全国36局ネットってほぼだよねほぼ全部カバーしたもんな離れまだあと歴史的快挙がまたありまして一部地域お別れしていた西日本放送でも最後まで放送されます <laughs> いやあ西日本放送で最後まで くなに抵抗しやがったあいつら1時間で放送が終わったレジスタンスがよやっとだよずっと反乱軍をやっと包囲 <laughs> して投降させたからやりますやります <laughs> やりり手を挙げてやりますやります <laughs> って言ってそういうゲリラゲリラのやつらをさいやなんと西日本放送でお聴きの皆さんは4時から初めての景色をこう見ることになるわけですよね 一体何が行われているのか不安でしょう西日本放送の皆さん壁の外から出たわけですから <laughs> 進撃みたいに <laughs> 今まで海を見たことがなかった <laughs> あ海の海を初めて見るんですよこれから希望と不安が半分半分じゃないんですか <laughs> 西日本放送の皆さん <laughs>、えー、さあここでお知らせがございます 添付スタッフやデューダーなどを利用したことがあるリスナーも方もいらっしゃると思いますがそれらの総合人材サービスを展開しているパーソルグループが運営するウェブメディア「はた,らはたわらワイド」主催のオンライン配信イベントに私、佐久間が出演することが決まりました「ハタワらワイド」は1人でも多くの人が働いて笑おうを実感できるよう 働く選択肢と未来の可能性を広げるメディアです4月になる人事異動で新しい部署での仕事新しい上司同,時同僚と環境が変わり期待とともに不安を抱いている方も多いのではないでしょうかこれね分かりますよ一番不安なの私です <laughs> そんな皆さんの仕事に関しての不安やお悩みなどにもお声させさて,ていただき私たくまが一人でも多くの人が働いて笑おうを実感できるように 働く選択肢と未来の可能性を広げますということでこれこういうお仕事をいただきましてフリーになって早速ですね働くことについて考えるお仕事を舞い込んできましたよみんな分かってんだな俺の不安をビジネスにする佐久間が働く選択肢と未来の可能性を広げるイベントということで、まあ、頑張らせていただきますイベントの配信日日は4月26日月26曜日です イベントの詳細は今後はたわらワイドの公式 Twitter などで随時更新されていきますので皆さんぜひフォローなどしてチェックしてくださいではメールを募集しましょう今日は私佐久間に聞きたいことを送ってください新年度になってから新しい番組を聞いてくれた人もいる新しく番組を聞いてくれた人もいますよね絶対いますそんな人からしたら一番謎のパーソナリティじゃんね横の縦もどっちも俺で食い止めてるわけだから人気クリエイター人気芸人 ユーーーチュバアイドル俺ってこの謎のね水曜日のど真ん中に謎のおじさんがいるからその質問のおじさんが何でも答えるんで聞きたいことを送ってください受付メールアドレスはサクマットマークオールナイトニッポンドットコムサクマットマークオールナイトニッポンドットコムですメールを送っ,て送ってくれたリスナーの中で抽選で5名に番組ステッカーをプレゼントしますさてこの番組はスマートフォンアプリの「チャでも東京都千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています さらに放送終了後には肉茶限定のアフタートークも生配信肉茶のアプリをダウンロードして「オールナイトニッポン z のアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます「オールナイトニッポン z e r 肉茶でもお楽しみくださいではここで1曲「スピッツ」で「僕はきっと旅に出る」 有楽町にッポ放送をキーステーションに全国ネットで放送中。佐久間信幸のオールナイトニッポンゼロ。佐久間信幸です。この時間は佐久間信幸のオールナイトニッポンゼロをお送りします。あぶねステレビ東京のって言いそうにな <laughs> <laughs> 無意識で言うと絶対一回ぐらい言うな。俺一回でもテレビ東京と言ったらなんかうん。 なんか熱いお湯でもかけてくれていいよ。<laughs> やっぱ何回も言っちゃいそうだから、これね、ナチュラルに言うと。静岡県ラジオネーム人デスター。クリエイターとは創造者。創作者のことを言うので、あながち間違ってはないと思います。は <laughs> 俺やっぱ、え、なんか創造者、え、俺なんか創造者だったのそうなのか。ああ。まあでもでっかいね、思いが。ああ、まあでも、クリエイターは、みんな何かがクリエイターでしょ みんな何かのクリエイターなわけだから、誰かがクリエイターって名乗ったって、なんか、間違いじゃないんだよ。だからクリエイターはただ広すぎるっていうところがあるから、うん。まるまるクリエイターってのが普通だもんね。本当はね。うん、メディアクリエイターとか。そっか。それにハイパーがついてくと、高橋の通信になっちゃうな。<laughs> <laughs> やばいやばい。本当 <laughs> 何の職業だか分かんない人になってくるんだな。えー、ラジオネームメガネ。 クリエイターだとちょっと競争率が高いので、キュレーターというのはどうですかああ、キュレーターってのは選ぶ人でしょあのー、これがいいよとか勧める人でしょああ、まあまあ、その側面はあるよ。俺は。あの、面白いものとか勧めてみんな見てくれるけど。でもなーやっぱ俺、クリエイターになりたいからな。<laughs> <laughs> 憧れてんじゃねえかっていう結局。うん。 まあ、キュレーターも悪くないですよ。ただキュレーターの佐久間ですって言うと、常になんかこう進めるラジオやってかなきゃいけないでしょ難しいな、肩書き。4月中には決めたいと思ってる。4月中には自分の肩書きをね。ラジオネーム潔癖。僕はタモリクラブだと、ファミレスのコーンスープの具を一発でたくさん救う方法を調べる会が好きなのですが、佐久間さん、この回のオファーが来たらどうしますか <laughs> 夢だからね。夢だから何でも出るよ、本当。一回もほんと。ずっと見てる番組の一つだからね。<laughs> ファミレスのコーンスープの具を一発でたくさん作う方法をずっと知られる回ってあったっけ ?30 分あったな。あったあった。すげえな。<laughs> タモリクラブって。<laughs> あー、そっか,か。いや、そうだな。肩書きってでも、みんなどうやって決めてんのだって自分で名乗るわけじゃん。正直恥ずかしいよね。 それでも自分で何なのけでしょあ、でもそういう秋元康さんは、どんな何の仕事してても、肩書き全部作詞家にしてるってっそりゃそうだよな、顔の流れで何言って書いてんだからな。うん。でもそうなんだよ。AKB やってる時もプロデューサーって言ってないんだよ。作詞家って言ってんだよ、ね、あの人ね。うん。だからやっぱ、だからやっぱテレビプロデューサーなんじゃないのそんなことないのああ、みんな何まだ俺の肩書きで遊びたい顔してんな。<laughs> いやいや、多分試していこうよ。<laughs> えー、メール来てます。ラジオネーム、チートマックス。車がない、ローンが組めないと嘆く佐久間さんに朗報です。僕は今乗ってるグロリアを買い替えようと思ってるのですが、買いますか <laughs> あ、車検は8月に切れます。左のウィンカーはつきません。<laughs> うんいや、どうなんだろう。うんいや、俺違うのよ。あの、車が欲しいってわけじゃない。ローン組めない。確かにね。ローン組めないが先に来て買うともうおかしいじゃん。<laughs> ローン組めないから直接売ってくれる人から買おうってなると、もうその、あの、盗む直前の人だから、それは。<laughs> でやっちゃうから。ああ、なるほどね。まあ、そもそも運転がほぼできないってのもあるんですけどね。あんあのー、 独立することになって、で、あの、先週はローソンさんが花くれたり、あと、そのベビースターラーメンの件で、あのベビースターが送ってくられたりしたんだけど、この間、今日の自宅に大量の段ボールが、あの、ま、あ俺にいとこいるんですけど、いとこから、あの、届いて、独立祝いって書いてあって、開けたら、あの、大量の八つ橋が入ってて。<laughs> で、日本放送に今日持ってきたんだけど、この話したことなかったんだけど、俺一人ね、仲のいいとこがいんのよ。中学からの同級生で、えっ、ー、と、同じような業界にいて時事通信で記者やってるんだけど、そのいいとこが結婚した相手がね、あの、400年続く京都の和菓子屋の娘が、<laughs> の娘なのよ。<laughs> で、<laughs> な五つ八つ橋ポンポっていう、すごい有名な八つ橋屋のお嬢さんとうちの時は結婚したから、なんかあると八つ橋送ってく大量に。でも、大、いや、ありがたいよ。美味しいけど。 大量のツ橋って増えねえじゃん。<laughs> だから今日も日本放送に持ってきたんだけど。だそいつの結婚式は面白かったよ。今日俺結婚相手も知らなくて、京都で結婚するからノブちゃん来てよって言われて行ったのよ。そしたら京都グランビアホテルってすごいいいホテルのでっかい会場で、え、あいつこんなお金払えるやつだったっけと思って行ったら、なんか京都市長とか、そのなんか、要は、あの、 あとなんか、結構、公明党の大臣、人とか、胸来てて、これ何なのえ、これ京都中のすごい人来てんだけど、何なのって、安倍晋三さんからさ、あれとか届いてたら、祝辞とか届いて、え、どういう式なのって言ったら、奥さんが急にチェロ弾き始めて。<laughs> そういう、そういう意図こ持ってんだよ。うん八橋八橋に言うと、八橋に言うとはしてないけど、それは馬鹿にしてんだろ いや、そうそうそう。そういう、そう、びっくりしたんだよ。そういう、面白いとこがいるんです、僕には。<laughs> あの、あのー、総理版かなんかやってる記者なんですけど。うん。そのいとこが大量に八つ橋送ってきたから、今日、お裾分け持ってきたんで、あの、リスナーの皆さんももし今日と言ったら、あの、5つ八つ橋音符買ってあげてください。<laughs> いや、そうなのよ。あとさ、あのー、 俺のベビースターラーメンって、あの曲あるじゃないですか。今日から、まあ、アルバムが出たのもあって、サブスクでね、聴けるわけよ。スポティファイとかで。それで、初めて見て、俺、びっくりしたんだけど、俺のベビースターラーメンって書いてあるんだけど、そこに、まあ、アーティスト名が入ってんじゃん。で、パッと見たら、サクマミヤケって書いてあったの。俺、サクマミヤケの人なんだよ。<laughs> ユニットだったんだね、俺ね。サクマミヤケの俺のベビースターラーメンって書いてあって、 ってことは俺さ、チャゲの場所なんだよ <laughs>、うん。タッキーか。タッキーとも言える。いやー、どうだろう。あの曲調で言うと、チャゲア,ンダチャゲアンダースカの曲感じでしょ <laughs> 俺、チャゲの場所なんだよな。<laughs> びっくりしたよ。ユニットウェイになってっから、サクマミヤケって書いてあって。サクミヤよ。だからチャゲアス風に言うと。<laughs> それだけなんだけど、ちょっと笑っちゃってさ、俺、朝一人で、俺サクマ、サ間&、ミ宮の人間だったんだ、と思って。だからサクマ、作間宮家のサ,サク間です、名乗ろうかと、思うかと思ったぐらいなんだけど。あの、今日さっき、あの、オープニングトークで、内示を今日もらったって言ってるじゃないですか。あの、それでね。で、今、ま、そうだ CM 中ね SN、SNS 見たらね、 その内情をちょっやっぱ見分けた頭おかしいなと思うんだけど、その内情をもらってる姿を、あいつ、あの、スマホで撮ってて、さっき一部市場を流出しますっ,つってツイッターに上げてたんだけど、<laughs> こ<わ>っ <laughs> あいつ、あいつマジで俺のストーカーなんだけど、すべての場所に行って俺を撮影して随分上げるんだけど、なんなのあいつ <laughs> まあ、そういうのがあったんだけど今日、あの、実際退職するってなるとやっぱ大変な、 作業ためんどくさくて、やっぱり皆さん大変だと思うんだけど、まずその退職メールみたいなの送んなきゃいけないから、誰に送るとか全部チェックしながらとかやってたんだけど、もう全然終わんなくて通常の仕事も忙しかったから、日曜の夜に、あの、やっと仕事が一段落ついた時に会社に行って、そこでいわゆる退職の業務をやったんですよ。夜中まで。それがまず、いわゆる、 普通にサラリーマンとして勤務表とか、あとは番組の経費の生産とか、あとは番組予算のチェックとかね。で番組予算をぱッて見たら青春高校のやつも、あの、三宅が勝手に撮った部位とかで少しオーバーしてたんだけど、もう俺は知らない。俺も辞めるしと思って。<laughs> と思ったんで。で、ギャラ打ち込んだそするプロデューサーゲームとかやって、で、そっから、いわゆる机の整理があるわけ。机にある荷物を全部家に持って帰んなきゃいけないから。だから、あの、まず、 dvd とか、番、やった番組の dvd とか、まあそういうものとかを全部、えー、自分のいるものといらないものとか、やったのと、あとは、番組の資料ね。番組の資料の中でも、これはもうやんない番組だからいいやとかって、えっ、ー、と、シュレッターかけたりとかっていう作業で、これは持ち、持ち帰ろうとか決めたりするのとか、あと意外に悩むのが、こんなに盲点だったね、グラビアアイドルから写真集もらうわけ。この、ゴトさんとかやってると。ああ、出したんですって言われて。で、その、 人によってはだけど、やっぱグラビアアイドルの写真ってそこそこエロいわけ。だから家に持って帰りにくいのよ、娘がいるから。だから全部会社に貯めてたの。で、それが何十冊になるから、それはもうさ、家に持って帰れないから、AD さんに渡そうと思ったんだけど、その、開けると佐久間さんへって書いてあるやっぱね。ありがたいことに。でそれも恥ずかしいなと思ったから、勝手にいろんな AD の机の上に置いて。<laughs> 俺からだっ、つって。エロテロリスト。<laughs> <laughs> うんの置いてね、うん、昔のやつね。最近もらったやつちゃんと持って帰ってるけど、昔あったもう何年前までだから困るよね、ほんと。うーん、あのー <laughs>、例えばその熊田陽子さん的な人の、あの、7年前とか8年前の写真書置かれてるから、今日、って今回テレ東行くと。<laughs> あとはだから毎年送ってくるので、ずっと知らないうちに溜まってたのが、あの、天がね。天がも、まあこう、こ マスコミっていうか、この業界の人は分かると思うんだけど、ちょっと番組で話したり、僕は、社長が番組出てくれた時名刺交換したんだけど、名刺交換したの10年前なんだけど、毎年天ガを年に2回送ってくださるんでね。ありがたいんだけど、それも持って帰りにくいから会社に溜まってたから、それも AD のところに一個ずつてって。<laughs> <laughs> 写真集と天が置いてったら、<laughs> やばいやつなんだけど、それも写真集と天下をいろんな人のところにセットで置いていくっていう作業を日曜日にしてたわけ <laughs> <laughs> ね。ねその中に、あのー、企画書とか番組書の中に、それ、あ、こんなん撮ってたんだっての結構出てくるわけよ。で、だから、 自分で本能的に気づいてたんだろうね。この企画書とかは大事になるから撮っておこう、みたいな。だから、ゴッドタウン立ち上げの時の企画書とか、売れろって番組を始めた時の企画書を全部撮ってあったりして、あとは、その AD の頃のね、あの、メモとかも撮ってあったんだけど、その中に、なっぺ、懐かしいなってのが結構あって、ピラメキーノの、ピラメキーノって番組をこの番組10年以上前にやってて、それの、勝負かけた読売ランドのフリーライブっていうのがあって、その台本が出てきて、そういうの出ると思い出すんだよな。で、なんかすげえ懐かしくなって。 例えばそのピラミキンドって番組は、あの、もともと、夕方6時半ぐらいから、テレビ東京で、スキバラっていう、キンコンヒルズとかそういう番組やってたんだけど、まあ、リーマンショックがあって、番組予算がガツンと下がって、枠ごと終わるっていう時に、この枠でどうしてもこの番組やった方がいいから、受けると思うんで、やらしてくださいって、周囲の反対を押し切って、俺と浜田に行ったやつ始めたんだけど、あの、この番組当たると思ってたから。でも、結構いろんな人に反対されたから、 番組すぐ終わるよって言われてて、それがね、大体半年で番組終わる時は、4月から始めたら4ヶ月目ぐらいに終了か終了じゃないかの判断が来るわけ。だから、勝負かけて、7月の末に、え夏休み入ってすぐに、あの、フリーライブ、ヨヒミーリランドのイーストのの、でっかいこう、6000人とか入るところを借りて、ただの、ま、無料のライブやって、そこに満員にできたら、 なんかその光景を見たらスポンサーがついてくれるかなとかって,って勝負したんだよ、ね。で、それ、普通の番組予算がさ、あのー、一本、もう数百万もないのに、そこのために1000万とか2000万とかかけて、数週分かけて。で、準備した当日、7月の27日なんだけど、今でも覚えてるんだけど、まさか土砂降り。<laughs> 朝から土砂降りでもうみんな、みんな地獄みたいな顔して。で、土砂降りでスタンバイしてる。だからもうその台本びしょびしょ当たったから、もう,もう全部ぐちゃぐちゃになってるんだけど、それでも撮ってある理由が、その、土砂降りで、うわ、もう終わったなと思ったらカメラも壊れ始めましたみたいなこと言ってる時に、うわーと思ったら、インカムで、佐久間さんあの、イベントどうしますやりますかやりますよねって言うから、いやそれやりますけど。今、読売りランドの駅から、そのよ、イーストまで、 家族連れが何千人並んでますとかって言って。で、嘘だろうと思って、その一組ずつ言ったら、最終的に、そのカッパとか来た子供たちで満員になったのよ。で、満員になってライブ始まったら晴れて。で、その光景写真で撮って、たくさん写真撮ったら、スポンサーがついて、番組が続くようになって、あの、ハニアとフルポンの全盛期と言われているピラメキードが、 あの、3、4年続いたっていう。だから多分ね、その台本取ってあったの。うわ、懐かしいなーみたいな。っていうのがあったり、それをだから、じゃあ、これは、やっぱり家に持ち帰ろう、つって仕分けするわけ。で、そうやってたらなんか、なんかたくさん出てきた中に、一個、すごい古い番組の、芸人輸送者ガルウィングって番組があって、それでゴッドタンの前身の前身で、制作会社が、エレッキコミックとか、おぎやぎとかと人とか、スピードオンガとダイノジとか、ダンディ・サカノとかでやった芸人番組だったの。 で、それは俺は、制作会社が作ってるから、AD で手伝いに行ったのね。で、初めてお笑いのバラエティやらしてもらった番組だから AD だけど。だから記念で撮ってたんだけど、そこの台本とか見たら、なんか俺その時ってさ、気づいたこととかメモってたの。あの、そこてあの、田村さん、頭おかしいって書いてあって。<laughs> <laughs> <laughs> ん田村さん、頭おかしいって何だあ、そうだと思って。 タムラさんってディレクターって、今ゴッドタウンでは一緒にやってくるチーフディレクターなんだけど、あの、その時は演出だったの。で、そのタムラさんって人は、まあ、ちょっと人となりを説明すると、真面目でめちゃくちゃいい人なんだけど、とにかく俺が会った頃はついてなくて、あの、あ肌荒れとか、あの、乾燥肌とかだから、あの、佐久間くん俺ねって言って、あと、もう全然運気が悪いからっつって、 パワーストーン買いに行ったんだっつって。で、パワーストーン、一個数万のパワーストーンを、あの、二つか三つ手につけてたの。そしたらね、金属アレルギーでね、あの、腕か、腕中がパワーストーンでただれて、あの、本当真っ黒になってって、<laughs> 最終的に俺が出会った時には、白い手袋してたのよ、と <laughs> <laughs> あの, <laughs> あの、あの、パワーストーンの方を外せばいいじゃないって言ったんだけど、いや、これを外すと何か起きるか怖いからっ,つってっんだけど、かぶれて、結局、最終的に、白い手袋をしてて、ねあの、佐久間これパワーストーンをね、あの、さすがに効かないから、パワーストーンに行ったんだこの間。つったら、聞いてくれよって言うから、なんかだったら、お前が買ったとか安物だからだっつって、もっと高いの買わされたんだよっつっ。<laughs> もうそれは田村さん騙されてますよっていうような、あの、人で、いい人なんだけど、ちょっとその、なんつうの、あの、入り込みすぎるというか、ちょっと信じやすいっていう、うん、っていう人で、その人が演出の時に、なんで俺田村さん頭貸しいて帰ったかって言ったら、その番組って、 結構過酷な番組で、ロケバスに芸人みんな乗ってて、で、あの一般人を笑わせるっていうのを、外から決めたら、一般人の人の前にガルウィングってさ、あの、トラックがウィーンって開くじゃん。そこに芸人がの乗せられて、いきなりウィーンって開いたら、その芸人はその一般人を笑わせなきゃいけないっていう、すげえ過酷な番組だったの。で、だから芸人輸送車ガルウィングなんだけど、それやってる時に、あの、田村さんは、あのー、出演者と一緒にロケバスで、 モニター見てるわけよ。で、AD に、あの、あ、笑いました、OK です、とか、な、みたいな感じで、えっと、次のターゲット行こうか、みたいな、インスタからやったんだけど、なんかたまたまの俺の記憶だとね、あの、もう20年前なんだけど、い、そんないきなりウィンって入ってもさ、一般人は笑わないじゃん。だ企画としてまず無理があったのね。ガルウィングにびっくりしちゃうから。<laughs> <laughs> おーってなったこところにネタやられても全然笑わないわけよ。だ企画に結構無理があって、で、それが続いて、俺多分2人ぐらい笑わなかったの。 私、田村さんが結構やっぱ、やべえと思い始めたんだね。で、一般の人が、ガチだから一般の人やってて、で、また、ダンディ、坂野さんとかネタやってる時に田村さんが、俺のインカムにちょっと聞こえてきてたんだけど、笑え笑え最初、こう声だった。笑え、笑え、笑え,笑えっつって。 笑わせろっつって <laughs> で、え、その、それで笑わせろっつっても、別に笑うわけじゃないから、最終的に、エディ笑うエディ笑えてカンペ出せっつって <laughs>、って言ったんだけど、出せるわけないんだよ、その、<laughs> で、もう、それ全部、全部、笑え笑え笑えっていうのを、全部ロケバスで言っちゃってたから、あの、ウォッチングで見てる芸人が、あの、全部聞こえてて、そっから、あの、すげえ地獄みたいな空気だったんだけど <laughs>。 <laughs> っていうね、多分その時のメモだね。それはやっちゃいけないって言うんで、メモで、それを撮ってあったっていうのがあって。で、あと <laughs>、そういうなんか事故った現場の台本とかも結構撮ってあって。で、最後もう一個見つかったのが、本当こんなん撮ってあったんだなと思ったのが、若手で笑っちゃったよって番組があって。これ、この間先週伊藤さんと話したけど、おぎやはぎとか劇団一人を俺がネタ番組のオーディションで見つけた番組なんだけど、見つけたとか、俺と組合が出会った番組なんだけど、 それって、テレビトーク初のネタ番組で、えっ、ー、と、MC が、えー、サマーズさんとダチョウさん。で、台本見たら入社1年目の大江マリコアなって書いてあって。あのー、今だったらね、WBS の大キャスターの大江さんが書いてあって。で、 その時の台本、おう、懐かしい、大江さんとサマーズでここで初めて仕事してるんだって、一年目の大江と、と思って、台本見たら、なんで俺撮ってあるのかなと思ったら、俺が丸つけてるところ、事故ってるところに丸つけてるんだ、俺大体ね。で、その、<laughs> そこに丸つけてたところが、あの、さ、三村さんのセリフで、えー、ところで大江ちゃん、私たちは初めてですね、っていうところに、大江、カッコっていうところに、誰の目線なのかわかんないけど、マリリンって呼んであげてください。喜びますって書いてあって。<laughs> そんな台本見たことないんだけど、大江が、大江さんがマリリンって呼ぶと喜ぶから、み、三村さん呼んであげてくださいって書いてある台本なのよ。これ誰なんだかね、伊藤さんなのか知らないんだけど、それ台本書いてあって、で、俺が多分そこに丸つけたのはこれやばいって意味だったんだけど、それでもまだ思い出したのよ。あの、三村さんも多分だけど首かしげながら、えっと、大江さん、いや、マリリンって呼んだのよ。マリリンって呼んだの。で、俺の記憶はっきりしょ、俺カンペタしてたから。 あの応、ー、援は、マリンって呼ばれて、全然喜ぶわけないから、スルーしたんだよね。はみたいな。で、そっから、大江さん、大江ちゃんつって、言い直して、そっから地獄の空気が流れたっていうオープニングなんだけど。だから俺それ、多分反省のために丸つけて、これもって、地獄のと丸つけたから、これも撮っておこうと思って。っていうの、そういう現場であったなと思いながら、懐かしいなと思いながらさ、台本をね、 一個ずつ暖房に入れてたの。そしたら、その、まあ、30前半のディレクターが一人、お、佐久間さんの、何やってんですか片付けですか寂しいっすねみたいなこと言って、まあ、日曜の夜なんだけど、働いてるやつはいるわけ。制作だから。そしたら、締め、な、ま、んか、寂しくなっちゃいますねって言うから、いや、でもレギュラーやるから変わんないよぐらいのこと言ってたら、いや、でも写真撮りましょうよつっ,って。あ、みんな、佐久間さん今、片付けやって最後の出社かもしれないから写真撮ろうぜつっ,って。そしたら、ゾロゾロ若い AD が来たんだけど、 その真ん中の、そのディレクターだけさ、俺に思い入れがすごいわけ俺と番組やってるし。他の、サグマじゃんって言われて呼ばれてる。日曜の夜に働いてるなんだって仮眠撮ってるやつがゾロゾロ来てんだけど、知らねえよって顔す <laughs> 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 そりゃそうだよね。だって20個も上なんだから。<laughs> で、来て、さあ、写真撮ろうよ。さあ、これも、歴史的な写真だぞとか言い始めて。で、でもそいつだけなんで盛り上がってんの。で、あの1年目、2年目のやつは、きょとんとしながら撮ってて、やめてくれよと思いながら、恥ずかしいよと思いながら撮って、で、解散解散、ごめんなって言って解散って言って、また、 片付けをねして、もう23時とか24時だから、もう早めに片付けて帰りてえなと思いながらやってたんだけど、荷物が多いから、終わんねえなと思ったら、また30分くらいしたら今度、40くらいのプロデューサーの、その、高橋っていう、家ついていっていいですかとか立ち上げてた、まあ、名物プロデューサーの一人になります。佐久間さん片付けしていいんですかって。お前もこの時間で働いてるんだって言ったら、寂しくなりますね、みたいな。まあ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 、ありがたいよ。でも一回やってっからこっちは。<laughs> もういい、もうまあ,ありがたいですね。いや、ちょっと佐久間さんやっぱ、 もうの飲み会とかもやれないじゃないですか。つって。ここで、やっぱ思い出話しますみたいなこと言って。なんか、佐久間さんと俺って、イテっとニいつでしたっけ始めようとするから。またなそれはいいからっつったら、<laughs> うわ、そうっすかつって <laughs>。おい、みんな写真撮ろうぜ <laughs> って言って。<laughs> <laughs> で、ヘイ集められて、お佐久間さんと写真撮れるときはないぞ、っつって。だからその、俺に近いおじさんとプロデューサーだけやっぱ思い入れが強くて、で、また集められて、そうな、撮るぞ、っつって。で、うん、みんな、眠い目こすってるやつが、多分2回目の仮眠から起きたやつみたいなが、現れて、撮ろうぜ、っつって。うん、撮ろうぜっ、つって、ね。ゃお前も、そいつ撮ってるやつが、お前も入れって言われて、いやいや、俺はいいです、みたいな感じじゃねえ。また撮って、でごめんなって俺は心の中で思いながら、 いやー寂しくなるなあ、って言って、みんなが、はーいってなずいてんだけど、いや、絶対こいつら、なんだったらこの中に一回さっきやったやつがいるからって思いながら、それで解散して、で、もうダメだ、これ会社にいると思って。あの、もう、焦って、片付けをしてたの。そしたら今度、あの、10個ぐらい下の女のディレクターが、あの、佐久間さん、って,って佐久間さんお片付けしてるんですか いや、歴史が終わる日ですね、みたいなこと言うから。いや、もういいよ。もういいよって言って。その、3回目だから。もういいよと思いながら、うん、締めっぽい話、佐久間さんしてもいいですかって言うのよ。これ長くなるぞ、と思って。ありがたいけど、いや、俺、ちょっと片付けてっからっつっ。佐久間さん、締めっぽい話になっちゃいますけど、って言うから。締めっぽい話ってほど、大げさじゃないから。あのー、別に、何かが終わるわけじゃない。終わるわけじゃないじゃん。だ、締めっぽくなんないよって。 なんだったらこれからだって全然いけんだからそうっすかつって。う行くのかなと思ったら、またやっぱ戻ってきて。さやっぱ締めっぽくなるかなと思って。締めっ,っぽい話もいいけどなんだよつったあのー、はいはい。うん。まあ、聞く聞く。締めっぽくはないよ、でもね。って言ったら。私離婚したんですよ。って言われて。<laughs> おーおーおお。おお、それはお前が締め、お前が締めっぽいんだなっっ。 3、4年でしたかね。佐久間さんにも祝福していただいたんですけど、終わっちゃいまして。あ、そう終わっちゃったな。っ <laughs> て俺終わんないとか言ったけど、つって。うん、それはね、うん。え、どうする飲み行くっつって。<laughs> それはもうちゃんとした締めっぽい話だったからでそれがある程度聞いてからちゃんと片付けしたら普通に終わんなかったっていう片付けがだからまだ荷物があるんだけど <laughs> <laughs> 悪魔信之の「オールナイトニッポンゼロ」 ラジオチャンピオン東京都文京区ラジオネーム実家ちゃん感情論でひろゆきを論破選手権 <laughs> <laughs> うるさい <laughs> オールナイトニッゼロ <laughs> 東京有楽町日本放送キーステーションに全国ネットで放送中佐久間信行のオールナイト日本ゼロ 佐久間信之です。この時間は佐久間信之のオールナイト日本ゼロをお送りしています。14歳のしおりっていうのは、公立中学校2年生1クラス、生徒35人全員の3学期に密着してんのよ。全員に。それでこうよく、よく公立で許可出たなと思うんだけど、家庭も全部取れてんの。だから、これすごいよ。あの、いや、ちょっと罪悪感ある。全部それを見ていいのかっていうのもあるけど、でも生徒たちが全部許可してるんだとしたらすごいドキュメントよ。だってさ、初めての告白とかも取れてんのよ。 バレンタインとか、そういうのも撮れてるし、なんだったら学校に来れる子、来れない子とか、そういうのも全部、余すところなく全部撮れてるから、だから本当に、本当に普通の子たちのドキュメントなんだけど、本当に普通の子たちだからこそめちゃくちゃ胸打つドラマがあるっていうので、よく撮影できたなと思うし、ちょっと、まあそれ全部消費するのどうかなって気持ちもあるけど、とにかくすごい作品ではあるんで、見てみてください。えー。 ラジオネーム、チキンドンファン。クリエイターもいいですが、183センチの長身をアピールするために、こんばんは、6フィートの佐久間信之です。いかがですか <laughs> 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 ああ、バンド <laughs> なんかもう、10フィートに憧れてやるやつみたいな、うん、10フィートのコピーバンドじゃないそれも。<laughs> どうも6フィートの佐久間信之です。<laughs> それでは聞いてください、タイちゃん。 京都大作戦じゃなくて、なんか、五反田大作戦みたいに開いて。<laughs> いや、面白いけどなえー、ラジオネーム、藤原元、スマブラ参戦。僕は、タモリクラブの青井優も通ってる美容室で、高橋克美がやってもらう、月2回のヘアカットは果たして必要なのか、というのを検証する会が大好きなのですが、佐久間さんも何か検証されてほしいです。<laughs> そうだよなあわかるわかる。 高橋克実さんの会話の、あの髪でしょあと,であと、高橋克実さんも、たまにちょっとずつヘアチェンジしてんだよな。そうなのよ。ちょっと変わってるからね。あれやってんだろうな。<laughs> 青湯が、通ってる美容室で。<laughs> すげえな、やっぱ、タモリクラブな、うん。えー、続いて僕に聞きたいことっていうテーマですね。ラジオネーム、ミンミン。 佐久間さんが歩いているのことを歩ってるというのがずっと気になってるんですが、それは福島の方言ですかこれそうなんですよ。しかもね、僕ね、ラジオやってから気づいたんだよね。誰もさ、指摘しないじゃん。指摘しな、されてこなかった俺40年間。で、普通に歩いてるを歩ってるって言うんだけど、俺、方言じゃないと思ってた40超えるまで。で、誰にも指摘されてない。で、ラジオの感想をいくつか見てたら、 歩ってるって何って書いてあって。え、歩ってるって何歩ってるって何だって調べたら方言だってって。俺それで知ったのよ。だから多分俺と平子は歩ってるって言うんじゃないきっと。違うかな平子も言うと思うよ。ゴージャスと赤つも言うよ、多分。<laughs> いや、意外にさ、地元だけの方言ってあるじゃないうん。るがすって言,言わないよね。あのね、あの、お茶っぱとかを、なんか、 湯がくみたいな、それを潤しといてって言うんだけど、それ、あの、お湯につけとく潤すって言うんだよ。とか、あと、<laughs> あの、塔、し、閉めるを立つって。いうの塔立ってっていうおばあちゃんに言われて、俺は、俺も子供の頃から意味わかんなかったけどちょっと、塔立ってって、立つって意味なんだね。空間を立つって意味なんだけど。そうそうそう。空間を立つって意味で塔立ってって言うし、<laughs> とか、言うよ、結構。それは全部方言だって知ってたのよ。うん。 でもこの、歩ってるっていうのは、方言じゃないと思いすぎて、方言は東京に来てから伝わんないのは直せにしてたんだけど、これだけ方言じゃないと思ってたから、直んないままこの年まで来ちゃったから、ずっと喋ってるんだよね。で、まあいいやと思ってるんだけど、うん。というなってるっていうふうに、あります。ここで一曲、えー、サクマ間宮家で、俺のベビースターラーメン。<laughs> 子供の頃、なりたかった、大人。 お聴きいただいたのは、えー、佐久間宮家で、俺のベビースターラーメンでした。<laughs> これ、あれな,あれなの本当に。なんかイベントがさ、あの、いつになるか分かんないけど、先送りになってるじゃないこれ、俺やだからね、歌うの。<laughs> こういうの、そういうの嫌だからね。先に言っとくからね。あの、嫌じゃん。もう、フリーの人と会社員でさ、一客前で歌う、歌うってもう、嫌だからね。本当に。<laughs> 考えてもなかったああ 余計なこと言った <laughs> 余計なこと言ったわ <laughs>。じゃ今、ミクチャで一瞬、これどっかで聞けんのかなって出たから、どっかで聞けんのかな俺や、このスタッフだったらどっかで歌わされる可能性があるっていうので <laughs>、今、なるほどって顔してんだ。ああ、余計なこと言っちゃったな。その手があったかじゃねえわ。いや、今急に怖くなって言っちゃったんだけど <laughs>。えー、メールが来てます、えー。東京都渋谷区ラジオネーム、早朝のスケーター。おい 西日本放送のお前ら、どうだこれが四時台の景色だ。<laughs> 船長の船から見える海は広いだろう。寝落ちには注意しろよ。ああようこそ四時を越えた新世界へ。<laughs> 新世界だよ、ね。西日本放送よ。お前たちが渡れなかった。<laughs> グランドラインを越えて、新世界に来ましたよ。あーメール来てます。 えーテーマ名ですね。ラジオネームシンセ。僕の下の名前は翔平というのですが、親に由来を聞いたら、アドリブと言われてちょっとショックだったんですけど。<laughs> <laughs> 信行という名前にはどういった思いが込められているのですか <laughs> すげえなー名前の由来聞かれることなんてあるんだな <laughs> 僕はですね、あれなんですよ。えっと、生まれてから3日目か4日目、1週間ぐらい、親がつけた名前は違う名前なんですよ。 親の付けた名前はりょうって名前で、りょうって名前だったんだけど、えー、っと、うちの、えー、っと、お、お袋の、あの、占いに凝ってるおばあちゃんが、絶望的に画数が悪いって言われたらしくって、信行って名前を勧められて、それで付いたらしくって。で、親父は、あの、悔しかったんだろうね。俺が中学になってから初めて買った猫にりょうって名前付けたんだ。で、 お前につけたかった名前なんだよ、りょうつって、と <laughs>、俺もすげえ複雑だったんだけど。<laughs> で、のっていうのは、なんか漢文読みをすると、よろしく行くべしになんだよ。これ、レテン入れると。で、行くか行かないか悩んだ時は行った方がいいっていう。名前、らの由来っていうこと、だって俺は聞いたよ。その、占い好きのおばあ、おじいちゃん、おじいちゃんかな。おじいちゃんから。だから、それでフリーになったから、これもよろしく行くべしですよ、これ。っていう意味だそうです。あと、俺は一週間だけりょうって名前だったっていう。<laughs> でその猫に付けられたっていうね。で、その猫が一年で逃げ出したっていう。<laughs> で、親父が、りょうりょうって <laughs>、町街中を探してたんだけど <laughs>。えー、続いてラジオネーム51。4時になりましたね。佐久間さん、いつものそろそろ始めますかいつものやつ。西日本放送の悪口コーナーやってねえから。<laughs> あいつらいなくなったからできるけど、西日本放送の悪いところを <laughs> 教えてくださいっていうコーナーでしょ <laughs> やってねえからなああ、えー。ではこちらのコーナーに参りましょう。企画書はラブレター。リスナーの皆さんに送っていただいた一行の企画書を紹介していきます。これ西日本放送の皆さん初めてのコーナーじゃないですか今週から始まったコーナーです。<laughs> いや、嘘ついて。<laughs> ああ、これだ。こういうコーナーやってんすよ、時代がということで、えー、こう、企画書を、まあ、いろんな企画書もらっていくんですけど、さあど、どんな企画が届いているんでしょうか、ということで、えー、1つ目です。香川県ラジオネームガ、ガイルガーゴイル。各局のドラマで使用された架空の缶ビールやお菓子のデザインパッケージナンバーワンを決める企画。フィクションデザインコンペティション。ああ、これはいいね。いい企画じゃん、これ。 なんかさ、気になるのあるもんね、ドラマとかに入ってて、あの、ラベルで。で、俺もさ、売れろって番組やってて、あれって事務所にあるお酒とか、そういうのって、よく見たらね、DVD とか見てもらったらいいけど、その、あの、大田プロと、マセキ、んと、人力車の、あの、だからゼロさんとばかりと劇団一人がいる事務所の若手の名前をお酒にしてんだよ。だから、あの、大吟醸ナゴンとか書いてあるの <laughs>。それニールセが作るのが上手くてさ、 うん。それなんか毎回いろんなやつ作ってる。えっとね、ワインでアルコーピースって書いたりとか <laughs> <laughs> で。ありそうじゃん。<laughs> オーパスワンみたいな感じでアルコーピース書いたりするから。<laughs> それね売れろも参戦できるし、いいんですよ、これ。はい。えー、千葉県、ラジオネーム、セクシャル。後取りがいない事業主、家業のオーナーと、起業したい若者をつなぐマッチング番組。いえ、ついでいっていいですかああ <laughs>、うまいね。 意義があるね、これはね。意義があるし、普通に。でももしかしたら、IT とかで、そのなんか、いろんな変えたい人と、あの、古い業界をつないで、そこの文化ギャップもできるかもしんないから、なんか、意外になんか深い番組になるかもしれない。物語ができる、いい番組になるかもしんないね。ギャップがあるところに生まれるからな。これなんか、いい企画がボンボン来てんな。え、続きまして。東京都、ラジオネーム、 タバ、ラジオネームタバスコの素揚げ。エヴァンゲリオンがコラボした商品だけで、1ヶ月無人島生活。<laughs> これはできんじゃないもうちょっと信じられない量、コラボしてるもんね。あとコラボしてて、あの俺、今年びっくりしたのは、あの、エヴァ、エヴァってまあコロナもあって、公開一月半ぐらいとか遅れたじゃん。 だから、コラボ商品だけの期間があったんだよね。<laughs> あの、公開も全くしてないのに、コラボ商品だけ異常にあるって、あんなんエヴァでしか許されないけどな。うん。えー、続きまして。宮城県ラジオネーム、故郷は地球。記憶を消したゴスペラーズをマンションの一室に隔離し、ハモり始めるまでを観察する、YouTube ライブ。<laughs> 俺これめちゃくちゃ面白いんだけど。 記憶を消すって何だよってなるけど、でもさ、まっさらでさ、自分が歌いてともわかんない奴らが5人集まって、俺たちの共通点って何ですかって言って、で、喋ってて、誰かが歌う間、だったらうまいってこと。あれ、鼻歌う君とか低くないって <laughs> <laughs> ハモリの DNA が共,共鳴し始めて、あーって言ってみるあーって言ってみる一番自分がさ、出しやすい声出してみないあー。 俺たちってこれなんじゃないって <laughs> <laughs> でも意外にあるかもな。メインボーカル争いとか。もああるかもしれないしね。うん、え、俺ってボンボンって言うだけ <laughs> <laughs> ああ、ゴスペラーズは面白いな、えー。続きまして、香川県、ラジオネーム、ガイルガーゴイル。カレーの探求心が行き過ぎ、とうとう店内でナンを焼き始めた、無印良品の 終わりの始まり。<laughs> いや、そうだよね。もうちょっとカレーに、カレーにさ、もう行き過ぎてんのよ。あのー、無印と松屋ね。うん。で、特に無印。無印のカレーってうめえけど、うめえけど、無印ってもう、そっちでいいのかなって気持ちがちょっとずつ湧いてきてるよね。最近。うん。俺だって最近無印に行くのって、たほんまたまにしか行かないけど、カレー会にしか行ってないけど、そう <laughs> 無印 <laughs> って。<laughs> っていうのなんか、ね、いつもカレー屋のイメージだからな。何を焼き始めたら本当だな。もう。えー、ラジオネーム、肩こり知らずのバタフライドア。あるフリーターの男は、一日の間に見たアニメの超能力や、目撃した超人的な技術を、一日一種類のみコピーして使用する能力がある。 世界を支配する欲はなく、能力を日々のライフハックとして飲み、使用する中、せっかくならと世の中のために使い、ああ、世の中のために使い方を日々粛々と試行錯誤する物語。ワンデイ、ためになる超能力者。なるほど。設定としてはすごい面白いね。あの、コピー、コピー系の能力者ってさ、やっぱ、常にさ、あの、なんつったの悪役のすごいさ、なんか、中ボスとか、大ボスとかで出てくるんじゃん。 でも、チートすぎるから、あの、主役にはな、なんないんだよね。でもそれが1日っていう縛りを作ったことにより、そのチートすぎずに、しかも、なんかこう、ゲーム性もありながら組み合わせてドラマを作れるっていう意味で、これは設定としてはすごいいいんじゃないうん。で、世界を支配する欲はなくて、あの、日々のライフハックのみに使用してるんだけど、すごい犯罪者とかと向き合うことになって、 その、つたないコピー能力を組み合わせて戦っていくことになるんだろうな。<laughs> 読みてえな。<laughs> <laughs> いいね。えー、千葉県、ラジオネーム、アン・ダサウェイ。ようやく夜まで出歩いていい年齢になり、初めて知る深夜の街にドキドキする。西日本放送。<laughs> え、18以下の人だったの ?18 以下だったのよ、西日本放送って。<laughs> うわー ゲームセンターと入っていいんだなとかって思いながら。西日本放送ってあれなの買い食いとかも止められてる人だ, <laughs> <laughs> だったのかな <laughs> そうだったんだなはい。え、引き続き企画書をお待ちしております。受付メールアドレスはサクマットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールの件名にラブレーターと書いて送ってください。<laughs> では、ここで一曲。チャットモンチーで東京ハチミツオーケストラ。 ラジオチャンピオン、練馬区、ラジオネーム、耳ほじる茶色の買い物袋からフランスパンをはみ出せて、鼻歌歌っているのに、人生お先真っ暗選手権。<laughs> <laughs> 嘘。一番幸せなんじゃないのこれは。オールナイト日本ゼロ。えー、佐久間信之です。では、メールを紹介していきましょう。えー、名古屋市ラジオネーム、イタリアンフレンチ。ああのー、四時代ってこんな感じなんですか <laughs> ああ、西日本リスナーなんですかね、これは。あの、違いますよ。あの、どっちなんだろう。え、こんなにいじられるのと思ってたんでしょあの、今日こ、今日だけですよ。あの、普段は別に西日本放送のことも同じにいじってるわけじゃないです。はい。あのー、たまにね、あの、コーナーのメールの最後の方に入ってくることはあるけど、今日はね、ちょっと過剰です。だから、本当といつもお前のこと言ってるわけじゃないんだよ。<laughs> えー、ラジオネームおはよう金曜日。佐久間さん、佐久間さん、ミクチャは西日本放送でも聞け、聞けます。舐めないでください。<laughs> あ、そうか。ミクチャは西日本放送でも聞けてんだね。だからミクチャの人、西日本放送の人たちって逆にミクチャで聞いてる人が結構いたってことだよね、きっとね。そうだよね。そうか、そうか、そうか。なるほどね。えー、ラジオネームアスパラマエストロ。 さっきからリスナーがタモリクラブの神会を挙げているのに、全然乗ってこないですね。佐久間さん、夢ってそんなもんすか俺たちはマジで応援したいんです。伝わんねえかなこの気持ち。いや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 、違うんだよ。違う,もう何回も言ったけど、俺別に本気の夢じゃねえんだから。あの、押し出されて、急にみんなの前で夢を語れって言われて、えっ、ー、と、三つん、タモリクラブに出ることですっていうふうに言って、やや受け。<laughs> やや受けとカルスベリの間ぐらい。 <laughs> <laughs> そうなのよ。<laughs> 別に、タモリクラブはすごい好きな番組よ。好きな番組だけど、それ夢にしちゃってんのは、夢じゃないか夢、夢か夢じゃないかって言ったら、それ夢、出たい。出たい。出たいけど、なんつったんだろう。うん本当にここで出たいって言い始めちゃうと、やばいやつじゃない <laughs> ちょっと違うじゃん。タモリクラブって出たいっ,つって出るもんじゃなくて、なんか他の分野で結果出したら、 つい呼ばれちゃうもんじゃないなんか、その、あ、あの人やっぱ呼ぶんだ、みたいな。あるじゃん。出たい出たいっすっていうやつ、タモリクラブ出んのダサくね <laughs> そんなタモリクラブ嫌だっし <laughs> っていうのはあるからね。うん。えー、続きまして、ラジオネーム、電光石火。テレビに限らず、こいつもっと評価されてもいいのになっていう裏方の人はいますか こいつもっと評価されてもいいのになっていう人って誰だろうなぁ。いや、それいるよ。あのー、なんだろう。う俺やっぱめちゃくちゃすげえ番組だと思ってんのが笑ってこられてなんだけど、笑ってこられてってさ、単純にやっぱダーツの旅っての開発してる上に、あのダーツの旅ってすごくないで企画として。あんなただ待ち行ってるだけだよ、ディレクターが。一週間。それで番組になるって開発したのすごいし、あれも結構反対があったらしいよ。 っていうのもあるしあと俺とにかく吹奏楽部の旅って番組がすごい好きなのであの企画も大好きで俺数年前かな4,5年前かなあの新橋の居酒屋で飲んでたらその奥にちょっと前にあの取材に答えてた日程の笑ってこられての総合演出だってすごいおじいちゃんみたいな人がいてうわ まあ、あの俺のこと誰だかわかんないだろうけど、我慢できないっつって、そのテーブルまで行って、笑ってこられってのは総合演出の方ですよね。ファンですっつって握手してもらったことある。<笑><笑>ぐらい好きなのよ。だからその、うん。そういうふうに思ってますね。うん、いや、他にも面白い番組たくさん作ってる人がいて、たまたま表に出ないだけの人はたくさんいますからね。 えー、ラジオネーム、スージー。ミスタードーナツで好きなドーナツは何ですかちなみに僕は6個のあの、味が楽しめる D ポップです。あの、ちっちゃいやつね。ちっちゃくてたくさんあるね。<laughs> これ本当に興味ある本当に興味あるかどうかね。一応答えるけど、えー、フレンチクルーラーです。<laughs> 一番ね、結構プレイのやつが、プレイっていうか、あの、昔からというのテーマが好きなんだけど、あ <laughs> えー、受付メールは引き続きメールをお待ちしてます。受付メールアドレスはサクマットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマットマークオールナイトニッポンドットコムです。ここで一曲。ザ・ミシェルガンエレファントでダニーゴー。 佐久間信之のオールナイッポンゼロ佐久間信行の「オールナイトニッポンゼロ」そろそろお別れの時間です肉チャでは番組終了後にアフタートークもありますそちらもぜひご覧くださいということでメールが来ております、えー、ラジオネームゆでパンラジオパーソナリティ歌手役者ミスド佐久間さんやっぱりあなたは田まさきです <laughs> <laughs> やってる菅田君ミスドやってるわ いや各歌手役者っていうかこれ一曲と役者も本当に俺このシーンと見たんだよプレビューであの8話か9話ぐらいのまあ田中みな実があの俺のドラマっていうか「生きることとか死ぬ」とか父親とかのまあアナウンサーにいるんだけどそこにするパワハラ上司に役でにワンカットだからね <laughs> ワンカット嫌なこと言うと役者って言っちゃダメだよ本当に <laughs> ああ菅田君だな菅田君そう考えるとす すすべて日だからすげーな東京都ラジオネームジャイアント敦彦佐久間さんの肩書きですが佐久間さんのお仕事は総じて人に笑顔を作っているその意味合いを込めてラフメーカーと名乗るのはどうでしょうかうーわ <laughs> うー今週も始まりましたラフメーカーの佐久間伸之 <laughs> いやラフメーカーって曲は大名曲よあんな泣ける曲はないしいやすげえなラフメーカー名乗るのやべえだろ 名刺入れんの俺ラフメーカーってラフメーカー佐久間とも言って<笑>失笑の方をむ感じになるけどなあ明日言ってみようかな明日ねあのテレ東は退社したけど明日テレ東の曲会みたいのがあってお昼にだけ制作許可みたいなリモートであって全社員のそこで最後にせっかくなら挨拶しろよって言われてんのよそこ俺あの今後はラフメーカーでやろうと思うんですけどって <laughs> 言ってみようかな <laughs> ですあのー、今後は、えー、とラフメーカーとしてやっていこうと思ってるんでみんな <laughs> <laughs> バ,バグとあいつと思えた <laughs> もうそのぐらいのネタを投下してい <laughs> こうかな <laughs> そう考えるとあれだな芸人のさラフコントロールっているじゃんラフコンすげえ名前だなラフコントロールって <laughs> 話題をコントロールするんだなすげえな <laughs> リモートなし日挨拶すんだけどちょっとねもうね予感してるリモートの挨拶って滑るよね大体いい笑いもないしねうんだから変な勝負はしないようにするけどでももしかしたらやるかもしんないラフメイカテルトーの最後の最後に足を濁して <laughs>、えー、フリーになって初めてのラジオということで3年目が突入したということなんですけど本当に もう結構正直、いろんなことやりましょうって声かけてくださる方も多くて、こんなにこんな温かいんだなと思ってるんで、なんか、面白い仕事たくさんやれると思うんで、それも全部ここで報告しながら、3年目はですね、ドキュメントとして楽しんでいただきたいなと思っています。えー、不安もありますけど、何倍も夢というか、おじさんになったから夢を持ってるってこんなにいいことはないなと思ってるんで、それにお付き合いください。やろうども、港に別れを告げろ,ろ、よソロ。 クリエイターの佐久間信之でした <laughs> <laughs>